皆さんこんにちは。年中無休の反抗期、峯岸みなみです。今日はですね、ちょっとロケということで、ある人と一緒に街をブラブラしたいと思います。今日のゲストは井上さんです。こんにちは。てかすごいね、よくこんな銀座のど真ん中で普通に撮影するないや初めてです。あんまりやったことなくて。いやめちゃくちゃ人おるだよ。まだバレてないですね。いやめちゃくちゃバレてるよ、ほら。こんにちは。今日は何をするかというと、声大きい。高級クレープを食べたい。食べたことありますか、高級クレープ？いやない、あんまクレープもそんな食べに行かへんし。このお店を知ってるとモテます、うん、マジ？はい、あの彼女いると思うんですけど、うん、一緒に行ってほしいなっていうのもあるし。はずないの、その銀座で普通になんか今やってるけど。高級クレープが食べたいです。おう食べよ食べて。すごいプライベート感井上さん。めちゃくちゃ多分いいですね。そんな井上さんは見たことない。なぜ今さ照れてるんですか。ちゃうやんちゃうやん、だんだんやってるじゃないですか。普通のテレビとかやったらなんかちょっと仰々しい振るもあるけど、はい、今大人3人カメラ3台でやってんねコンパクトに お送りします。だって銀座こうへんしさ。クレープって大体300円とか、うん、まあそんなもん、それぐらいだと思うんですけど、うん、実はその今回行くクレープは一番高いもので2000円ぐらいします。高いです。やっぱ食材にこだわっている大人なクレープなので、甘いもの普段食べない井上さんでも、はい、きっと納得していただけると思います。あ、食べたいですよ。なので行きましょう。こっちです。本当あのいつもは外苑前店に行ってるんですけど、今日あの井上さんの YouTube にお邪魔したじゃないですか。あ、確かに来ていただきました。そう、それでなので井上さんの方も見ていただきたいんですけど、その撮影の後なのでちょっと時間が、あ、そういうこと、見ての通り夜なので。銀座店なら開いてんねや。銀座店なら開いてるということで、普段はどんなところで遊ぶんですか。普段、はい、まあだから渋谷区、世田谷区が多い。 おしゃれな街。いや大人ですよね、うん、なんかやっぱり緊張する。アウターなしで歩いてる人あんままだ違う、ね、いないです。この銀座来ると思ってなかったから基本全部室内やと思ってあ、そっか。そう、今俺一番銀座で安っぽい格好してるそれは否定できない。めちゃくちゃ恥ずいねんけど井上さんって結構こう見えて意外とオンオフがないっていう。全然だ、俺ずっとこのまま。それがなんかずっとその長く芸能界にいても疲れたりしない、走ろ、疲れたりしない秘訣なのかなって思いました。あ、まあ疲れたりというかずっと自然体というか。そうそう、あんま無理しない。私結構無理しちゃうというか。そうね、峯岸さんは頑張りすぎるから頑張ろうとしちゃうので、うん、ポジティブマイペースマインドみたいなのすごい憧れますね。だからファッションもそうやし、何でもええやんって思う。さっきちょっと話してて、うん、びっくりしたのがやっぱオンエア、うん、番組のオンエアを見ない。見ない。俺はだから性格的に秋っぽいから、はい、自分が出た番組ってさ、オンエアで見るってことは一応2回目になるやん、はい、知ってるやん現場でどんなことが行われたか、はい、だから飽きちゃうねん、見てても。私でも女子メンタルとか、うんうんうん、6回ぐらい見ました見すぎ、嬉しい。いやいや、それは素晴らしいよ。それぐらいすごい番組やからな。そういう性格よね。道ちゃうらしいで。え？道間違ってるらしい。すいません、なんか普通だって教えてくれるもんだと思っちゃって。俺はだってもう全く知らんからどこに向かってんのか。ちょっと今俺耳元で低い声で道違いますよ。いや、すみません、なんかテレビとかやってると、うん、大体、ね、教えてくれるじゃないですか、まあ、こっちで。だから私、絶対その鈴木さんが言ってくれるもんだと思って、うん、いやいや、峯岸さんも行きたいところだよ調べて、あ、本当だ。さっき到着まで7分だったのにまだ6分。全然変わってないじゃん。地図読めます、うん、こっちなのかな。コロボさんとそれ何のボタンなんですか。いや、この自分の今どっち向いてるかってあるやん。え、その紙飛行機みたいなやつ。いや、これ現在地のこの向きがあるんか、あの東西南北の、
だから私東西南北無理なんですって。なんなん東西南北無理なんですって。だからあんま使わないんですよ。皆さんイライラすることあるんですか。せっかちですけど怒ったりしないですよね。あ、怒ったりあんましない。せっかちはせっかちですよね。うん、せっかちだな。合理的というか。じゃあ例えば今私道間違えてロスしましたけど、うん、イライラしますか。あ、それは大丈夫。だから道は間違っても、そこの間違った道の時に新たな発見があると思う。かっこいい。だからマジでポジティブですよね、井上さんって。あんま俺マップ見るの好きじゃないね。いつからポジティブなんですか。芸能界入ってからやと思うけどね。普通芸能界に入ったら、私とかそうですけど、ネガティブになると思うんですよ、割といじられたりすることがある、でちょっとなんか、まあそれは笑いだけど、なんか悪口みたいに言われるじゃないですか、笑いが生まれてなかったらイライラするかもな。ああ、そうか、そこはやっぱ芸人魂か。そうそうそう、目の前の人が笑ってくれてるさ。なんか銀座だからかかっこよくない。なんかずっとかっこいいこと言ってる。なんか私にないものをすごい持ってる。あ、じゃあその芸人さんだし、あれですね、笑い。こっちやね。え？こっちちゃうの？どっちが正面なんだろう。じゃこれ斜めやからあっちやで。あっちあっち。え？本当ですか？じゃあちょっとお願いします。え、俺が見んの？だってあの地図苦手なんですよ。そこの間、間に。なるほど、分かりました。行ったことある。嘘やろ。ありがとうございます。思い出した。行ったことあるの？行ったことあるっていうか、通ったことある。あそこか。そう、ほんとその辺やろ。なんてお店？パーラー。あ、これだと思う。え、これ？これ。どれ？これ。これだから女の人が座る。これクレープやな。そう、パーラー銀座。おしゃれですよね。めちゃくちゃおしゃれや。着きました、井上さんのおかげで。銀座ってこんな感じで撮影してええの？あ、これは事前に言ってあるんや。言えました。それ着なきゃいけないの？すげえ。私たちも、うん、ダセーと思って。ダセーの着るし意味わかれへん。こんばんは。見てください。この値段見たことあります？グレープで。キャビア2592円。食べたことあるの？これ食べたことあります。しょっぱいで。え、あんの？これあります。え、いや違うやん。あります。いや俺てっきりないから食べに行こうって言ってる。初見でどうだ。あんの？ある。外苑前で。なんか斬新なスタイルでやってるな。いや井上さんに食べてほしかった。あ、そっち？そう、私も食べたかったし、人のお金で。え、俺がおごんの？え、ダメですか。ほら、ホワイトデーいただいてなかったんで。あ、まあね、いや、まあ、じゃあ、おごりますけど、別に。ありがとうございます。あ、彼女名細。ヘラヘラしてる。あ、いいですね。ないいですね。え、いいんですか、じゃあ、本当に。いやいや、全然おごるけど。みんなに喜ぶのか、おごる。ちょっと嬉しい。なんか、いやー気持ち悪いとかにならないのは銀座マジックかも。じゃあ俺その峰岸さんがおっしゃってキャビアにするわ。キャビアぜひ食べてください。これがいい、大人の。あ、これも人気、ね、ブルーチーズとイチジクの赤ワイン煮、うん、いや、ID で ID です。 ID 派、ごちそうさまです。よしよしください。すいません、呼び出して怒らせて。いやいや、いいです、別にこれこのぐらいのお値段なら。いや、クレープで言ったら多分過去一番高いの、クータクレープで。そうですよね。すごい。何にお金使いますか、普段？ご飯。てか、まあご飯というか、後輩にご飯をおごる、うん。昨日は韓国料理や。うん。まあ後輩が誕生日やったから。で、プレゼント何あげたんですか？カバン。なんかニューエラ、はい、のリュックを。女の子にあげるなんか鉄板プレゼントみたいなの？リーズナブルに抑えるんやったらもうジェラピケのパジャマにして。ああ、間違いないですね。うん、でちょっともう、まあ目上の方でやったり、ちょっとお金高いもんにするってなったらカシウェアのブランケットにして。ああ、ちゃんとツボ押さえてる。うん、なんか持ち運ばんで家で使おうと思ったら使えるし、使わんでもバレへんや、うん。なんかプレゼントって逃げ道与えんとさ、かわいそうやな。ああ、すごい大人の男だな、うん、そこまで考える。はい、ありがとうございます。あ、食べじゃん。来ました。こんなおしゃれなクレープ見たことないでしょ。ない。いただきます。井上さん、ありがとうございます。
まあ、うまっ。生クリームがすごい上品な甘さなんですよ。でそこにブルーチーズの塩味とイチジクのワインの風味が、マジでなんかクレープじゃないです、これは。もう料理、これでちゃんと TV ショーみたいなコメントしてるな。あ、違うかな、真面目やな。違った、もうちょっとゆるくやればよかった。確かに意味ないですね、もっとゆるくやって。なんか普段通りでええのにと思ったけど、なんか違う、ちょっと反射的に、ヒルナンデスのロケやってんのかなと思って。マジで反射的にやっちゃいました。カメラ向けないでください。でも美味しいやろ。うん、うまやったー、うーん、まこらやったー、うん、すごい、2000円をその勢いでいけるのすごい、めっちゃうまいやん。朝食がええわ。あ、確かに、ほんとそんな感じ。高級ホテルの、うん、最高の朝食やん。サワークリームの塩味とこのキャビアの塩味、最高。人のこと言えないぐらいリアクション取ってますよね。何が、私たち癖ついてますよ。そうやね。ね。よくないね。難しいですよね、やっぱり普通に食べるのって。うん、抜けへんで、ね。カメラ向き続けてる以上何か言わなきゃみたいな。そうそうそう。サービス精神よね、うん。めっちゃうまいな。よかった。よかった。手振ってく。知り合い？いや、知らない。嬉しい。どっちが？やったー！イエイ。聞かんでも分かるやん。分かんないじゃん。今の良くないで。いやいや、一応確認したんですよ。銀座に俺のファンなんかおるわけないやん。いやよ、いますよ。どっちかな、私は若い女性だったんで。ノンスタイルさん、本当若い層にめちゃくちゃ支持あるじゃないですか。全部石だよ。ごちそうさまでした。終わった。ということで、今日は本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。こちらこそ。ぜひ井上さんの方ではもっとがっつり語ってるんで。そうね、いろいろ未来のことに対しても話してるな。、はい、40になった峯岸みなみ、どうなりたいかっていうね、はい、いろいろ話してます、はい、こちらもぜひチェックしてください。ありがとうございました。取られといてほしいな、週刊誌に。峯岸みなみ二股ラブラブクレープデート。うわ、取られてないかな。つぶやこかな今。いやいや、いいですよ。